おかえり。ただいまさや。遅かったね。ちょっと心配しちゃったぞ。ごめんよ。今日は病院に寄っていく日だったから。今日は一日どうしてた？今の模様替え、もう半分ぐらい塗り終わったよ。で、今はね、文則の晩ご飯作ってるの。昼間テレビで作り方やってたから。そうか、楽しみだな。もうちょっと時間かかりそうなの、待っててくれる？いいよ。じゃあ僕は今の続きをやってる。できたよ。こっちで食べよう。持ってきてくれるか？ペンキの匂い、液？さやは嫌いかい？文則が大丈夫ならいい。いただきます。美味しくない？まあね。気にしないで。明
私とはまた別のものを作ってあげるから。ごめんな、いつもせっかく作ってくれたのに。いいのよ、こうやっていろいろ試していけばいつか文則でも美味しく食べられるメニューが見つかるかもしれないじゃない。さやは食べないの？うん、私はもう済ましたから。そういえば今日もう一度病院で君のお父さんのことを聞いてみた。パパの？やっぱり何も教えてくれない。何か隠している雰囲気なんだが。そう、心配じゃないのかい、お父さんのこと。ううん、そういうわけじゃないの。ありがとう、みのり。私のためにいろいろと。君はそれ以上のことを僕のためにしてくれるんだ。じゃあ、お風呂にする？ああ。また、背中流してくれるか？うん。どうしてなんだ、サヤ。なぜ僕にここまでしてくれる。ふみのり。わからないんだ。わからないのに僕だけが、どんどん君に惹かれていく。君なしじゃ、耐えられなくなっていく。教えてくれ。どうすれば君を失わずにいられる。僕は何をすればいい。どうやって君に報いればいい。こうやって抱いていて。みのりに抱いてもらうの大好き。ずっと一緒にこうしていたい。だから私はみのりから離れたりしない。なぜ、なぜ僕なんだ。それはね、海のりが一人ぼっちだから。それはさやも一人ぼっちだったから。みのりしかいないの。この世でただ一人だけ私を抱きしめてくれる大好きなみのり。